前回までのあらすじ。ハウスの嫁さんが実家に帰り、チャイルドシートとか、弁当作りとか色々あって、一段落したところ。翌日。2007年8月8日。23時57分。ここまでの間に、ハウスの偽物が出現していましたが、省略。なんかハウス北とか黙れハウスとか色々書かれてるんだよ。俺じゃないのに、俺の真似してる人がいるのかな？だってハウスほとんど毎日長い時間いるからな。しかも頭悪いのが特徴だから、他に頭悪いのいるとは同じ人だって思われるんだよ。俺、そんなに長い時間いないよ。昨日は長くいたけどさ、普通は昼間なんか来れないし、毎日なんか来てないし。ところで、嫁さんには連絡してみた？元気そう？連絡はしてないよ。なんで？台所片付いた？近所の人や大家さんに怒らなかった？なんで？って心配じゃないの？台所は片付いたよ。換気扇も新品がついて元通り。近所の人と大家さんに？俺は怒ったりしないよ。なんで？迎えに行きたいならマメに連絡取ってた方がいいと思うけど。でもね、そっとしておいてと言われてるじゃん。だからあんまり連絡するのってどうかなと思ってさ。マメにした方がいいかな？じゃあ、迎えに行くのもやめとけ。な。毎日メール1通くらいはした方がいいよ。あと、親のことも伝えないとね。嫁さんの親と話してるのか？心配じゃないのか？離婚してほしいとか言ったり具合悪くて帰ったのに。何かね、俺もいろいろ考えてるんだけどさ、あんまりうまくいかないんだよね。今まで仕事とか結婚生活がうまくいってたのが不思議なんだよ。それは、周りの人が何とかしてただけで。で、何がうまくいかないんだい？何がっていうか、やることなすこと失敗しちゃうじゃん。何か時間だけ過ぎちゃってさ、考えたら何も進んでないんだよ。今までもずっと何もかもそうだったんだよ。それに自分が気づかなかっただけだよ。だから嫁さんは離婚しようって言ってるんだよ。だからさ、今努力してる真っ最中なんだけどさ、嫁さん戻ってくるまでに色々覚えたかったんだけどさ、まだ何もクリアできてないんだよ。奥さんの話をよく聞いてごらんよ。喜ばせようと頑張っているのはわかるんだけど空回りしているでしょ。自分がどうしたいかではなく、奥さんがハウスに何をしてほしいか、どうしてほしいかということを聞くんだよ。にちゃんやってるからだと思うよ。これを終わらせるまでネットしないって決めて行動した方がいいよ。聞いてみるの？でもさ、驚かせてやった方が感激度アップっしょ？女の人ってそんなもんじゃないのかな？言われるほどはネットしてないよ。お前結婚前はどうやっていたんだ？ずっと実家か？そうじゃなきゃ身の回りのことやったことあるだろ。洗濯とかと掃除とか。ん？洗濯はコインランドリーでやってた。掃除はあんまり。たまにクリックルワイパー？あんなのしてたよ。喜ぶサプライズと困るサプライズがあるんだ。特に赤ん坊を抱えてると、急に予定変更しにくいらしい。そんなもん。俺、サプライズ好きなんだよ。何度も嫁さん感動させてきたんだけどな。結婚したらそんなのいらないんだ。いきなり全部は無理だよ。何をしたいかを紙に書いて一つずつやっていけばいいさ。チャイルドシートにしても、以前の書き込みで色々アドバイスあったはずなのにすっ飛ばして入ろうってやかったでしょ？落ち着いて人の話聞いてみるといいんじゃないかな。失敗はしたけど子供の安全ために必要だから買おうと思って行動に移したんだから、全く進歩がないわけじゃないんだよ。ただ、3歩進んで 2.5 歩下がるような微妙な進歩、例よりマシだ。喜ばせてあげるのはすごく大事。でも、今回はそういう状況じゃないと思うんだ。きっと嫁さんはあんたに計画性とか大人の対応を求めてると思うんだよ。じゃあできるところから始めろ。最初から料理なんて欲張らんでも惣菜ややでパチカがある。そっか、そそっかしいところあるからね。何かさ、思い立ったらすぐやっちゃいたいタイプなんだよね。ハウスって正直だし好感持てるよ。空回りしててかわいそうになってきた。落ち着いてコツコツやればいいのに。お前が良かれと思ったり、いろいろやったりしたことってかなり裏目に出てるだろう？何でもサプライズだとか良い方に考えるの、まずやめろよ。やったことないことはまず練習から始めろよ。いきなり家事やってもできるわけねえんだよ。本読んだり、ネットで調べたりして、基礎から始めろよ。デパ地下の惣菜ね。ああ、それもっと早く聞けばよかったよ。そうだね、いきなりハイレベル求めすぎたよ。サプライズはいろいろやってきたんだよ。でもそういえば失敗も多かった。俺計画性がないって子供の頃からよく言われてたんだよね。生活っていうのは、ある程度までは計画でやらないと困るんだよ。特に女は、そういう傾向がある。子供できると特に、安定を求めるんだよ。行き当たりばったりで動く旦那って、もう見るのも嫌になるんだよ。
どんなサプライズをしてきたんだよ。プロポーズの時に死んだふりとかさ、誕生日には仲間に頼んで嫁さんを神輿に乗せて誘導してきてもらったりとか。あ、一番感激してくれたのは、クリスマスにサンタの衣装着て屋根から部屋に突入したんだよ。あれは泣いて喜んでくれたよ。あ、うん。あれだ、もうサプライズはお腹いっぱいだと思う。今度もさ、弁当作ってキャンプ場とかに目隠しして連れ出すつもりだったんだけどね、その手前で失敗しちゃったよ。もう少し計画性が必要だね、俺。バカタレ前にも乳児連れでピクニックするなと言われたでしょ。どこにお住まいかは知らないけど、真夏にいきなりキャンプ場に連れ出される乳児と母親なんて悲劇だよ。キャンプ場も NG? じゃあ、子供小さいうちはあんまりどこにも行けない？当たり前じゃボケー。ハウスよ。育児のことも、本当かで勉強してくれ。お前、本当に物事を知らなすぎ。お前、そのうち子供殺すよ。危なすぎるよ。だから嫁、実家に帰りたかったのかもしれんな。うん、そうだね、勉強不足かな。涼しくなってから連れて行くよ。せっかくシートも買ったしね。2ヶ月の子供は、1、3時間おきに授乳して、おむつ交換して、ミルクを戻したら服を変えて、って状態だよ。奥さん、里帰り出産しなかったなら、ハウスもその現場を見てたはずだけど、育児書を読んで勉強しようとか、思ったりしたことない？ん、ごめん。育児は嫁さんがするものと思ってたから。今の時代の育児は、夫婦がするんだよ。だからハウスも、父親としてどんどん育児に参加できるよう勉強した方が良い。ならなおさら、迎えに行くときは2、3日前に電話して、奥さんの意見を聞かないと。子供がいると、その場その場で行動する。ってことが不可能だと思った方がいいよ。そして、育児もしっかり勉強しないと、あんたいらないって言われちゃうよ。そうなんだよね、嫁さんいなくなって、どうやって何からしていいのかわかんないんだよね。全部失敗してしまう。昨日さ、洗濯の水漏らして下の人に怒られたよ。昨日は謝りに行ったばっかりなのにさ、何か自分で嫌になってしまったよ。前の日は火で今日は水で、謝りっぱなし。うちは4ヶ月だけど、食料の買い出しも思うようにいけないよ。子供が寝てる時にはそっとしといてあげたいし、だからといって家に赤ん坊だけ残していけない。2、3時間おきにおっぱいあげなきゃならないし、日差しの強い時間は避けないと日焼けする。それに産後2ヶ月の体はまだ骨盤グラグラで歩くのも辛かったよ。そんなにデリケートなものなんだ？知らなかったよ。嫁さん元気に歩き回ってたけど、無理してたのかな？ハウスって結婚するまで、ずっと実家住まい？家事やらは母親が全部してくれたのか？一人暮らしってのはないけど、留学先は一人だったよ。あ、でも寮みたいな感じだから飯作ったりはしてなかった。無理重ねてたんだろうね。最低1ヶ月は床上げしないで、赤ん坊の世話だけってのが普通なのに。あ、それはベッドだから大丈夫だったけど。床上げしないってのは布団を片付けないって意味じゃなくて、赤ん坊の世話するとき以外は寝てるってこと。そうなんだ、布団の上げ下ろしかと思ってた。が、俺って結構知識人間と思ってたのに負けたよ。で、わかったかいハウス。お前はしばらくサプライズを封印すること。人並みに常識やら物事を知ったり、家事育児ができるように勉強、経験を積むこと。まずは育児書、家事の仕方の初心者でもわかるような本を買え。そしてしっかり読んで、実践しろ。これがわからんかったらもう知らん。嫁さんが逃げるのを手伝いたいくらいだ。家事と育児の基本からね。明日本屋行ってみるよ。嫁の実家に里帰り出産してもらうか、嫁親に来てもらえなかったのか。ん？帰りたいって言わないからいいのかと思ってた。俺から帰っていいよって言わなかったのが悪かったと思う。もしかして嫁は、里帰りしたかったんだが、自分がいない間に家がどうにかなると思って、あえて我慢してしまったのではなかろうか。現に、換気扇フランベとか開花に漏水とかやってるし。その辺に育児書ない育児関係の雑誌とか、嫁さん一冊くらいは買ってそうなもんだけど。もらい物が何冊かはあるけど、俺が見てもあんまり意味なさそうなの。飛び出す絵本は関係ないよね。あとは象とかライオンとかだから。それは育児書じゃなく、児童書だろう。育児書っていうのは、赤ちゃんの世話の仕方なんかが書いてある本。育児百科とかそういう本。ああ、ごめん、そういうのはないみたい。嫁さんが持って帰ってるかもしれないけど。明日本屋に行って買ってくるよ。とりあえず一つでもできるようになりたいからさ。なあ、ハウスよ。お前、自分が物知らなくて全然知識人間じゃないってこと、やっぱり認識してないんだな。まずそこから始めてほしいな。自意識過剰で失敗から何も反省せず学ばない。この辺のところどうにかしないと長期的に見たら根本的な解決にならんと思う。うん、俺何もできないんだなというのは実感してるよ。
もうさ、今すぐにちゃん辞めて育児関係のホームページ読みに行けよ。ベビー用品の企業ホームページにも育児書っぽいページあるからさ、いろいろ読んでみなよ。ここの育児板もテンプレ読むだけで勉強になるスレ多いよ。でも書き込まないでね、カオスになるから。俺そこまでにちゃんしてないって。俺の真似してる人がいるだけだと思うよ。明日は仕事なんでもう寝るけど、本屋には必ず行くから。遅くまで付き合ってくれてありがとう。ハウス、頑張れ。いつも殺伐とした雰囲気の私だけど、ハウスのレス読んでいるとちょっとふんわり系になるなぁ。翌日。2007年8月9日。20時36分。こんばんは。ちょっと質問していい？火事で聞きたいことがあるんだよ。お帰りハウス。何かな？今から大掃除というか中掃除くらいしようと思うんだけどさ。掃除の本見たら、中掃というのが便利らしくて一応スーパーで見つけてきたんだよね。これ万能って書いてるんだけど、食えるみたいなことも書いてて、間違ってないよね。小麦粉に似てるんだけど。重曹、食い物にも使うよ。アク抜きとか。ただ、それくらいだと掃除には足りんかもしれん。重曹は口に入れても無害だが小麦粉と同じような使い方したら苦くて食えない。間違っても料理には使うな。ありがとう。足りないかな？ 2 キロもあるんだけどこれでも無理？まずは、ステンレスの流し台にでも振りかけてみろ。そして、指でキュッキュと拭いてごらん。ピカピカになるから。そして水で流すんだ。2キロなら大丈夫だ。うちは小袋の買ってるから、足りないかもって言っただけ。ごめんな。十分すぎる。重曹、掃除、でググってみれ。いろいろ使い方出てくる。足りそうだね。じゃあまず流し台を磨いてみるよ。食料には罰ね、了解。一応ググったりもしたんだけど、本もネットも適量って書いててさ。それがどれくらいが適量かわかんないんだよ。コップ一杯くらい？コップ3分の1くらいでまず試してみろ。了解3分の1ね。ありがとう。2時間後。シンクピカピカになったよ。ありがとう。でもなぜか目がチカチカして頭クラクラして吐いてしまった。掃除ってさ、こんなに大変なんだね。嫁さんこんな思いしてたんだ。ハウスオツ。今日の掃除はここまでにして、また明日、掃除する前にどこを掃除したいのかと、方法をスレ住人に相談すれば、きっとスレのおかんたちが丁寧に教えてくれるよ。ハウス、掃除は昼間やって、空気の入れ替えした方がいいよ。その方が気持ちいいはず。ハウス、元気だな。俺も今日は料理とかしてみたよ。嫁に喜んでもらえるように頑張るよ。うん、そうだね。昼間やりたいんだけど、仕事があるんで次は盆まで休みないんだよ。窓開けとけばよかったんだ。今日はとりあえずここまでにしとくよ。俺もロケみたいに料理ができるようになりたいけどね。明日くらい挑戦してみる。料理をする前に、必ずスレに書き込みに来るんだよ。お前、そういう勢いで料理しようとして前回失敗しただろ。明日は情報収集だけにして、挑戦は後日にしとけ。自分で計画性ないって自覚してるんだろ。うん、ちゃんと本読んでからにする。ありがとう。これで落ちるね。おやすみ。う、ハウスにふんわりしてしまった。翌日。2007年8月10日。22時30分。取り込み中？よーハウス。いいよいいよ、バカの相手にも飽きてきたとこだ。今夜はどうした？何かあった？俺は重大なことじゃないんだけどちょっと、また聞きたいことがあっただけ。後でいいよ。今話してもいいよ。だけどメール欄に何も書かないで書き込もうぜ。今日はにちゃんはそういう日なんだ。ハウスが来たから、邪魔にならないように、これで最後にする。ハウスは嫁さんとの間に子供がいるんだよね。羨ましいよ。俺は、嫁の仕事に関する情報が本当に不足してると思う。だから、いろいろ外しちゃうんだと思う。何か話しても、また悪い方に取られちゃうんだと思うと何も言えないよ。俺はうまく言いたいことが言えない。今までは、嫁が補ってくれたから、言いたいことがうまく伝わってた。でも今はもう伝わらない。離婚届に判子押せるまで、あと少し時間が欲しいよ。ん？まあいいけど。俺とロケだけみたいに見えるけどロケどうかした？泣いてる？ハウス聞きたいことあるなら書いてけよ。ちょ、俺後でいいよ。ロケ、頑張れよ。そんな落ち込むなって。きっと分かってもらえる日が来るから諦めるなって。俺もう落ちるわ。ボロボロだ。寝るよ。ハウス、ありがとう。ロケだってまだ、遅くないって。俺より料理できたり頑張ってるじゃん。俺の方がロケより悪いって。俺も頑張るし、ロケも頑張ろう、な。ああ、寝ちゃったかな？ロケ相当凹んでたね。俺の相談なんだけどね、今日は窓拭きしようと思うんだけど重曹でいい？今日も買ってきたんだけど。
目の前の箱で、窓、重曹でググってみんな。例えばこんなサイトが見つかるよ。重曹掃除方法で窓ガラスがピッカピカ、重曹掃除方法伝授。方法、ありがとう。そんなサイトがあるんだね。張り切って行ってきます。また重曹買ってきたのかよ。ハウスってもう奥さんに逃げられてる？逃げられてるけど、本人は里帰りしてると思ってる。失礼な。逃げられてないよ。さっきの紹介してもらったサイト見たら大体わかったけど、最後にコーティングするのも重曹ってことかな？後で透明に変わる？ありがとう。そっちも見てみよう。この時間に窓とか、どんだけ重曹好きなんだ。翌日、2007年8月11日、17時41分。こんにちは。今日は、ロケ来てないんだ。どうしてるかな？すごい気になるんだけど、今日は、バイトに頼んで早く帰ってきたよ。今日こそは、失敗しないように料理頑張る。あ、それから、嫁さんから電話があったよ。親の件バレてた。注意されたけど、元気そうでよかった。13日から盆休みだから、迎えに行くよって言おうと思ったけど、そこはちょっと、俺にも作戦があるんで内緒のサプライズってことで驚かせてあげようと思ってるんだよ。少し前に嫁に電話した時、そっとしておいてって言われてなかったっけか？普通の状態ならともかく、嫁の意思確認しないで迎えに行くのは止めといた方がいいと思う。だから、子供もいるからサプライズはやめておけって、散々みんなに言われてただろうって。嫁さんに少しでも迷惑かけたくないなら、ちゃんと嫁さんに予定とか聞いてから行動しろってば。13日は嫁さんの実家もお盆で忙しいと思うよ。本家なら親戚いっぱい来たりするかもしれないなど向こうの都合もあるんだ。一応連絡してから行く方がいいよ。あと嫁さんいなくて寂しいのかわからないが今すぐ戻ってくるのは難しいと思う。こまめに連絡は取って少し涼しくなった頃に迎えに行くのはどうかな？そうだったよね。サプライズ禁止だった。でも、そんな激しいのじゃなくってと思ったんだけど。ダメかな？行ってから行くべき？お盆はどうするの？って聞かれたから用事があるんで、そっちには行けないよってフェイント入れといたんだけど。ハウス育児書読んだんだろう、そう言ってたよな。だから出産後の嫁や2ヶ月の子供にしていけないことは分かってんだよな。それ踏まえて立てたサプライズだろうな。だからサプライズはダメ。料理は誰かと一緒に。嫁には1日1回くらいメールで連絡。お盆は用事がないなら嫁に聞いて OK 出たら1日くらい顔を出しに行け。育児書は買ったけど、まだパラパラっとめくっただけで、掃除の方に夢中になってたから。そっか、突然訪問はそういうので困るのか、気使わなくていいのにね。いや、やっぱお盆休みは会いたいよ。やっぱり行くよって連絡してからならいいよね。料理は電子レンジでできるやつにしたらどうだ。いっぱい本出てるらしい。電子レンジの安全な使い方も書いてある。嫁が来てもいいよって言ったらな。今から行くね。ガチャンはダメだぞ。電子レンジね、じゃあ競争してみるよ。お盆来るの？って聞かれたけど、行かないって言ってしまったからもう一回行くって連絡するよ。ハウスが現れるだけで嫁さんにとっては十分サプライズだろう。そのハウスが自分の希望を叶えてくれたらもっと嬉しい。例えばハウスが逆風ですっごい高熱が出て動けないような時にいきなり友達が家に来て、ハウスピクニック行くぞって言われてもいけないだろ？別に嫁さんは病気じゃないし、子供も元気だけど、今似たような状態だと思ってみんな。一言連絡あれば、ピクニック行けないけど動けないからこういうの買ってきてほしいなーって希望伝えられるよね。ハウスが嫁さんをびっくりさせて喜ばせたいのはわかるけど、今の嫁さんはそんな余裕がないんだよ。そっか、そっか。じゃあ、何か欲しいものがあるかとか、何して欲しいか聞いてみるよ。そう言われればそうだよね。でも俺、熱があっても誘われたら行っちゃうな。でも俺がそうだから嫁さんもってことはないよね。サプライズは、花屋の配達予想うつもりだっただけだよ。顔が隠れるくらいの、でっかい花束で、お届け物ですって。そんで、バーって登場したら驚くだろうなと思って。花、予約しちゃったよ。花束だけでも十分サプライズになると思う。嫁さんの実家に手土産持って行ってそれとは別に嫁さんに花束渡してあげなよ。嫁さん喜ぶと思う。でもちゃんと言っていいかは確認しないとダメだぞ。ごわごわ聞かせていただくが、花の種類は？まさかだけど、大輪の白い菊なんてことはないよね？お盆来る？って聞かれたってことは嫁さんと復活もありかな？だがそこで、用事があるから行けないよと答えてしまったことは、もしかすると、マイナスになってるかもしれん。嫁さんに電話したよ。でも、何か起こってるっぽかった。なんでだろ？
無理して来なくてもいいよ、用事があるんでしょってきつく言われたよ。行くよって言って、何か欲しいものある?して欲しいことある?って聞いたんだけど、何にもないし、余計なことはしなくていいからって。とりあえず、行くって伝えたけど、気分にムラがあるみたい。あれが産後うつ?産後うつじゃねえよと何度言えばわかるんだ。さっきは行かないって言ったのに、今度は行くってコロコロ返事が変わったからだよ。そんなこともわからんか。これこれ、こういうつもりでさっきは行かないって言ったんだけどさ、って説明すらしてないだろ。ハウス今までゴールデンウィークとか連休の時って友達と遊びに行くこと多かった？もしそうなら最初に行かないって言った時に嫁さんがまた友達と遊びに行くんだって思ったかも。ハウス、一つだけ絶対守らないといけない約束事がある。産後うつって絶対言っちゃダメ。理由は嫁さんがすごく悲しい思いをするから。ハウスは嫁さんのこと大好きでしょ？そんな大好きな人に悲しい思いをさせちゃダメでしょ？だから産後うつはダメ。絶対ダメ。約束できるね。そっか、俺ダメだね。良いと思ってやっててもこれだもんね。きつく一方的に怒ってたんで、何か説明もできなかったんだ。連休とか休みの日は仲間たちと遠出したりしてたよ。嫁さんも、一緒に行ってたんだけど妊娠したから行けないって言うんで、俺一人で行ってた。花は、花屋さんにお任せしてるんだ。俺選べないし、任せる方がいいと思ったんで1万円分でお願いって。嫁さんには、産後うつって言わなかったよ。今、ここで聞いてみただけなんだ。ハウスはさ、もう少し金の使い方考えた方がいいぞ。1万円は小遣いからか?じゃなければ、お前はもう独身じゃないんだから、これから子供にどれぐらいかかるか考えてみろ。とりあえずおむつが5袋ぐらい買えるぞ。とにかく嫁さんに会ったらちゃんと謝れ、な。あと自分が父親になった自覚ある？嫁さんと子供が大事なら、いつまでも友達優先じゃなくて家庭を優先できるようにした方がいいよ。生まれてきたのは2人の子供なんだよ。約3時間後。何も言わずに落ちてごめんね。下痢が止まらなくってさ、トイレから出られなかったよ。ハウス大丈夫？何か変なもの食べた？何食べたかな？変なもの、食べてないつもりなんだけど。昼は外で食ったし、朝はパンと牛乳。夜はまだ食ってないけど、かまぼこつまんだくらいだよ。ハウスお帰り大丈夫？ちゃんと水分補給しておきなよ。でも、キンキンに冷えたのだと、またトイレから出れなくなるぞ。もしかしたらストレスかもしれんね。ここ1ヶ月でいろいろありすぎただろうから。今日はパソコンの前に座るのもほどほどにして、早く休むといいよ。収まったみたい。全部出たら楽になったよ。お盆は、花だけ普通に持っていくよ。嫁さんには、メールで5回解いておくよ。実家の人用に、桃か梨を3個ほど買っていくといいよ。あ、うん、ありがとう。俺も果物買おうと思ってたんだよ。カゴに1羽持ってあるのがスーパーにあったけど、今日買うと腐りそうだったんで、雪に買っていこうと思ってね。ちょうど、花も受け取りに行くんでそん時に。ハウスが少し賢くなった。ハウス、そのカゴに入った果物はまさか、凡庸じゃないよな。桃なんかは結構早く傷むからあんまりいっぱいじゃない方がいいよ。あと車で行くのかな？確か嫁さんの実家って3時間くらいかかったと思うけど、果物も花も熱いとすぐダメになっちゃうから気をつけてね。果物にもお盆用とか普通とかある？それ確かめてないんだけどどこで見分けたらいい？いっぱいあったんだよ。お菓子が一緒に入ってるのもあったけど、カゴ入りのは、まあまあ手頃な値段だったよ。お店の人に聞けばいいよ。ハウスよ、今の時期スーパーに売っているカゴ盛りの果物は、お盆のお供えよう。言うならば死者へのお土産とされているから、嫁さんの実家のご両親にそれを買っていくのは失礼に当たるよ。果物屋で、嫁さんの実家のご両親への土産で、実家までは片道丸時間くらいかかりますって伝えてから購入した方がいいぞ。そうだね、じゃあ買う前に聞いてからにするよ。車で行くんで、花のことも気をつけるね。嫁さんの実家には泊まらない方がいい？泊まっていけば、って言われても遠慮して断るべきかな？花にも、もしかしてお盆用とかがある？花屋に確認すればわかるよ。贈り物って言えばそれなりの用意してくれるし、お盆用って言えばそれ用意してくれるし、注文時に聞かれなかった？お盆に使われますか？っていうのは聞かれたけど、はい、妻へのプレゼントですって答えたから大丈夫だよね。それは死んだ妻への初盆の花束とかって取られている予感。ハウス、それはもしかすると、亡くなった奥さんにプレゼントすると思われている可能性がある。お盆に使われますかイコールお仏壇に飾る花ですかってことだよ。そんなに皆が受け取るんだったら勘違いされてるかな？ちょっと確認してみるよ。ありがとう。確認したら、間違ってた。
ちゃんと生きてる妻へのプレゼント用って念をしておいたよ。助かったよ、ギリギリセーフ、ありがとう。それじゃ、今から飯でも食って片付けして寝ます。ロケが来たら、よろしく伝えてね。元気出せよって、おやすみ。間違ってたか。ハウス、期待を裏切らない男だ。翌日、2007年8月12日、22時。ハウス離婚しちゃったの？なんで、そんな早まったことしちゃったんだろ？あんなに頑張ってたのに。あ、こんばんは。ハウス、落ち着け。俺？慌ててないよ、なんで？ハウス今日はどうしてたの？俺は、仕事だったよ。明日から盆休み。一番集客上がる時期なのに店長が休みか。お店もふんわりなんだな。集客？毎年、盆は休みだけどなんで？俺だけじゃないよ、店が休み。なあ、ハウスはお前だろ。ああ、何言ってるのかわからなかった。俺がハウスだったね、ごめん。バカすぎるね。君はバカすぎだよ。愛しちゃうぞ。恥ずかしい。ハウス可愛いよハウス。和む。恥ずかしいのが冷めるまでご飯でも食べてます。ロケ、また来るかな？慰めてやりたいんだ。ハウスはいいやつだな。でも明日は我が身だぞ。あっち呼んだけど、俺、遅延とか思われてんのかな？それ以外にどう思えと。なんで？名前言い間違えたら遅延？そんな奴は、放っておけばいいさ。みんなハウスを待っていたんだからさ。ハウスがハウスのままでいてくれたら、それでいいよ。俺は自演うるさい奴よりもハウスのことが好きだ。っていうか俺はハウスが好きだ。ハウス、自演って言われて怒って消えちゃった？今夜もハウスを楽しみに待ってたのに。2日後。2007年8月14日、20時。こんばんは。誰かいるかな？帰ってきたよ、またよろしく。ロケは今日は来てないのかな？ロケはいいんだよ。お帰り。奥さんの実家どうだった？いいんだなんて冗談でもダメ。ただいま、結局一泊してしまって、今日の朝帰ってきたよ。寝不足でさっきまで、爆睡してたよ。嫁さんも子供も元気だった。でもびっくりした、子供が別人かと思った、あんなに顔が変わるんだね。今の時期子供の顔は変わるよね。出張で3日留守にしただけでも驚くよ。そうなんだ？ 3日でも？俺もびっくりしたんだよ。違う子かと思っちゃった。車いっぱいにプレゼント積んでいったからさ、みんな、目を丸くして喜んでくれてたよ。でも、お父さんへのプレゼントは失敗しちゃった。糖尿病はお酒、ダメなんだってね。知らなかったよ。聞いていけばよかったな。いや、聞く前に一回、パソコンで検索する癖つけろ。これから先も何かと役に立つ癖だから。お酒ってどんなの？日本酒だったら料理にも使えるから大丈夫だよ。花束も喜んでもらえたの？もしそうなら、ハウスもなかなかやるじゃん。ああ、ハウス出ると和む。ハウスには抜こと同じ効果があるぞ。2時間後。誰か相談中？どっか行っちゃったから大丈夫だよ。そうなんだ。ロケはあれから来てないみたいだけど、大丈夫かな？嫁さんたちへのプレゼントが知りたい。ごめんね、急に友人が来たんで黙って落ちて。嫁さんには、花束、子供には間違って買ってたベッド。お母さんには、重曹、お父さんには焼酎をプレゼントしたよ。ロケ、自宅から書き込むって言ってたのにな。今日は来なかったな。重曹、間違って買ったベッドって何？ベビーシートと間違えたやつでしょ？お母さんに重曹受ける。嫁さん喜んでくれた？そうそう、ベビーシートね。でも金の使いすぎって怒られた。重曹はこんな便利なものがあるって教えたくてね。重曹はいろいろ使えるしある意味現実的でいいかもな。日帰りのつもりだったんだけど、いろいろ話とかしてね、ぼやの件とか、説明させられてたんだ。で、嫁さんの兄ちゃんが爆笑して、もっと話せ、もっと話せって言うんでついつい長くなって、もう止まって行けばって言われてそうさせてもらったんだ。やっぱりあるでもふんわりなんだな。バカでどうしようもないけど憎めないタイプなんかね。笑い話になったみたいでよかったな。嫁さんの具合はどうだった？まあ、嫁を好きな一心なのはガチだからな。ただやっぱりずっと一緒の空間で生活するには疲れるかも、ハウスは。慣れだよ、慣れ。俺らも慣れたらふんわりできるようになったし。嫁さん、元気そうだったよ。少し太ってたみたい。太ったねと言ったら、怒られたけど。あんまり余計なこと言っちゃダメだね。とりあえず、ハウス、今ほどお前で和んだ時はないありがとうな。なんだか浄化された気がするよ。それはどんな女性相手でも言っちゃいけない。嫁でも姉妹でも母ちゃんでもだ。奥？
ああ、ハウスナゴムー。今まで買ったもの、プレゼントにして無駄にしなかったなんて、超笑える。みんな、お盆疲れかな？俺もちょっと疲れてるよ。今日は早く寝よう。明日まで休みなんでまた来るね。おやすみー。ハウスおやすみー。また明日な。ハウスを分析してみる。長所。純粋。嫁好き。子供好き。ちゃんと礼が言える。バカだけど人の言うことが聞けるから、ちょっとずつ成長している。和み系。短所。ちょっと常識が足りなくて空気読めない。やることなすこと裏目に出る。少し思い込みが激しい&短絡的。翌日。8月15日。23時。こんばんは。ロケ来てたんだね。元気でよかった。ロケ、諦めちゃダメだよ。一緒に頑張ろう。ハウス、好きだ。ハウス、お前ここで踊ってるつもりか？何毎日登場してるの？それとも自分専用スレとでも思ってる？え、いけなかったかな？専用スレだなんて思ってないよ。昨日来るって約束したし、迷惑ならもう来ないけど。約2週間後。2007年8月27日、22時30分。ハウスの専用スレ。ハウスと遊ぼう。おい、ハウス、こっち来いよ。ここ？専用スレとかできたんだ？次回。地雷女編。